クイズマジックアカデミー7の筐体、クイズマジックアカデミーは、2003年7月24日に、コナミが発売したアーケード用、ニンテンドー DS 用、携帯電話用クイズゲーム、およびそのシリーズ。公式に使われたことのある略称は、クイズマジックアカデミーもしくは、マジアカ。2013年5月15日には、台湾で中国語版が稼働している。以下の記述は特殊なき場合、 日本国内のアーケード版についての説明である。また、本項目におけるバージョンの略称は以下を用いる。最大の特徴はネットワークを使用して全国のプレイヤーと対戦できること、クイズの問題が定期的に追加されることである。問題の修正、新機能の追加もネットワークを通じて行われる。2012年11月1日には、 世界で一番問題数が多いトリビアビデオゲームとしてギネス世界記録に認定された。プレイヤーは魔法学園、マジックアカデミーの生徒となってクイズに挑戦する。トーナメントなどに勝利することでより上位の階級を目指すことが目的である。コンピュータが出題し、それをプレイヤーが回答する形式のクイズゲーム自体は古くからあったが、それらはロムによって、 出題内容が固定されていた。この作品は、コナミのオンラインサービスイーアミューズメントを利用し、問題の追加や修正、最大16人までの参加、成績の保存などが可能で、旧来のものから大きく進化している。また本作では、タッチパネルディスプレイを採用することで、画面表示のキーボードを操作し、回答を入力するクイズなど、多彩な形式での出題が可能になり、 ゲームの幅を広げている。メインとも言える全国対戦モードは予習を経て対人戦を行う方式で対人戦の各ラウンドの全問が終了しない限りゲームオーバーになることはない。各ラウンドの成績は正当を入力するまでの時間に応じた点数の合計によって決まる。これにより早押しクイズの要素も持たせているが通常の早押しクイズとは違い。 回答権は必ず保障される。そして各予選の終了時における成績回として脱落、もしくは決勝戦の終了によって1プレイ終了になる。従来のクイズゲームは不正解がゲームオーバーに直結するライフ性のものが多かったが、本作では基本的に他のプレイヤーとの比較で成績が決まるため、誰もわからない難問が出題されても誰も答えられないだけであり、 問題の難度はゲーム続行に直接関係しなくなった。さらに、アミューズメントシステムによって成績が保存されるため、プレイヤーレベルに応じた階級、クラス分けが可能になり、初心者と上級者とのマッチングも起こりにくい。ネットワークを通じたアップデートが可能で、頻繁な問題の追加や回答の変化などの修正が容易になった。タイムリーな問題も出題可能になり、 問題を解き尽くされれば終わりという従来のクイズゲームの欠点を大きく解消した。11作目までの舞台はハリー・ポッターシリーズに登場した魔法学校ホグワーツ魔法魔術学校の影響が見られる。プレイヤーは生徒クイズマジックアカデミー設置のゲームセンターは文高校クイズマジックアカデミーにまではコート祭尾につかず実質的に ーと入れる店舗もあったという位置づけとなる。この公の内容は店舗ごとに自由のため店舗で行われる大会等の告知、店内大会優勝者のキャラクター名、優勝者の希望公名などを使用する店舗もある。プレイヤーのキャラクターとなる生徒は男女それぞれ複数用意され問題に対して考えるポーズをしたり、回答に応じて一気一遊したりする。しかし、 キャラゲー的な演出は見せかけであり、当ゲームは、いわゆる、競技クイズをネット対戦というシステムを利用して、随時プレイ可能な形で再現した点書きもである。クイズマジックアカデミー8では、お助けアイテムが新設され、購買部で協力プレイ専用の補助アイテムを購入でき、全国大会でも、同様の補助魔法を使えるようになったが、基本的に補助として使うものとして設定されている。 対人戦が前提となるので、コンピュータは、基本的に人間が揃わない時の穴埋めであり、比較的弱く設定されている。また、クイズマジックアカデミー3以降では、ゲームを始めて、最初のうちに所属する、買い組ミコムが、必ず混じるようにすることで、難易度調整も兼ねている。ただし、クイズマジックアカデミー2では、当初人間は4人しか参加できなかった仕様もあって、 コムは強めに設定されており、人間プレイヤーを押しのけて優勝することもあった。また、コムが弱いのは確かだが、問題の難易度に関係なく、正解率が低いだけともいえ、比較的簡単な問題を間違えながら、人間が一人も答えられない疑問難問でも単独正解してしまうことも少なくなく、疑問難問揃いの出題の場合はコムが人間を押しのけて、勝ち抜くこともある。 この世界の底かしこで発生している正気。その正体は知識欲をなくした人々が本来持っていた知識と虚無的な感情を魔力で発生させたものだった。正気はある時はクイズという形をとり、またある時はさらに恐るべき魔物を生み出した。この正気はかつて東方より現れた賢者によって一旦は口くれた。しかし今もなお地上では 正気の発生が続いていた。それに対抗する賢者を養成するために設立されたのがマジックアカデミーだった。クイズの答えを導き出すことで正気を払うことができるのである。なお、DS 版を含めての学者までは各作品ごとに修練生が賢者になるまでのストーリーを繰り返し描いているためパラレルワールド状態になっている。しかし、暁の金にて 校長自らが生徒たちを赤の賢者と認めた後は巻き戻ることなくエボフォーティンに至っている。8作目までのシリーズナンバーの表記はタイトルがカタカナ表記の場合はアラビア数字、タイトルロゴなど英語表記の場合はローマ数字になっている。本項目ではカタカナ表記と英語表記を併記する。共通仕様として2作目以降は全て前作のデータを 引き継いでのプレイが可能である。ただし階級はリセットされる。中国5番コナミデジタルエンタテインメントの携帯電話向けサイト、コナミネットデラックスにおいて配信されている。一部のバージョンはモバレボやモバゲータウンでも配信されている。コンシューマーゲームとして以下の作品がある。いずれも任天堂 d DS 用ソフトで、メーカー希望小売価格は5250円。 販売開始から年数が経っているため、いずれも Wi-Fi コネクションサービスを終了しており、それに関わるサービスは行われていない。マズ概要トーナメントアカデミーモードバグ、不具合2つの時空席クイズマジックアカデミー賢者の扉のクライアント。モニターが変更されサブモニターが追加されている。クイズマジックアカデミー8のクライアント。カードリーダーがタッチ式に変更されている。 筐体はローカルサーバーとしての機能を持つセンターモニターとプレイに使うクライアントから構成される。センターモニターにはゲームの説明やプレイヤーの全国ランキング、各クライアントのプレイ状況等が表示される。これらはセンターモニターのボタンで選択してみることも可能。センターモニターの画面下には以下の機能がある。初期型のクライアントはタッチパネル式で、 画面に表示された文字や答えを選択して回答する。なお、クイズマジックアカデミーに以降は、画面奥の装飾が増え、クライアントを向かい合わせに配置している場合にも、向かい側のプレイヤーの姿が見えなくなった。賢者の扉では、タッチパネルに使用されているモニターが、ワイドモニターに変更された従来までの15インチモニターは、サブモニターとして移設され、 プレイ状況やデモ画面でのクイズ説明などに使用されている。台湾向けに出荷された筐体にはサブモニターは存在しない。クライアントやセンターモニター基盤はクイズマジックアカデミー1より一般的な Windows PC ベースであり、OS は Windows XP Embedded SP2 が採用されている。アーケードゲームの稼働向けに OS の構成がカスタマイズされており、 起動時の画面上には、ナミ Windows XP e m b e d e d と表示される。クライアントは、クライアントエグゼ、センターモニターは、センターエグゼという実行ファイルによって動作している。起動時には、Windows のデスクトップ、およびスキャンディスクが行われている、コマンドプロンプトが表示されるが、クライアントにおいては、画面が上下に反転している。これは、画面を覗き込む角度が、 液晶モニタの設計上で想定されていないものであり、液晶の視野角の問題で見えづらくなってしまうため、モニタそのものを上下逆に設置することで対処しているためである。クイズマジックアカデミー3へのバージョンアップの際にシステム基盤の変更が行われている。スペックアップに従い、画面の解像度が向上している。クイズマジックアカデミー7へのバージョンアップの際にも、 システム基盤の変更が行われた。大幅なスペックアップによって入力レスポンス等パフォーマンスが全般的に向上している。2020年6月17日のクイズマジックアカデミー輝き持ちの時の先行稼働より使用開始。麻雀格闘クラブの同盟筐体の流用であり、ヘッドホンジャック、充電用 USB ポート搭載。プレイ画面には、 サブモニター壁紙表示、スペースサウンドセレクト 1G プレミアムプレイ用の正解表示スペースなどが追加されている。2018年11月1日より、Windows パソコンからアーケード版をプレイできるコナステデックマキシブのサービスが開始された。開始当初の回答方式はマウス、またはタッチパネル対応モニターへのタッチによる回答のみだったが、アップデートにより、 キーボードが登場する場面でのハードウェアキーボードでの入力も可能になった。クマックス部からはアンドロイド版のサービスが開始された。アンドロイド版ではズーム機能がついており、回答入力部分を一時的に拡大することができる。コナミのいいアミューズメント対応のカードを使用することができるほか、クイズマジックアカデミー8からはお財布携帯対応の 携帯電話と一部の交通系、IC カードなど、マキシュベコードからは、アミューズメント IC 対応のセガインタラクティブのエメ、バンダイガムコアミューズメントのバナパスポート、対等のネスカも使用できる。クイズマジックアカデミー1.2では、磁気カードを使用していたが、クイズマジックアカデミー3からは、い、e、いアミューズメント対応ゲーム共通で使える、IC カードである E アミューズメントパスに変更された。 クイズマジックアカデミー1.2の時期カードは、いえ、モールセカンドアベニューに対応しており成績閲覧、ポイント獲得ができた。2012年3月30日に有効期限が撤廃された。2012年3月29日以前は最後に、使用した日から365日の有効期限が付与され、有効期限を経過したデータは原則無効となり、い、e、い。 アミューズメントパスの場合は、再使用時に、新規データで上書きされることになる。時期カードの再使用は、不可能。ゲーム開始時にキャラクターを一人選択し、カードを使用した場合、サーバに、キャラクターとプレイヤーネーム、現在の階級、各ジャンルの正解率、マジックエッグ、優勝回数、獲得、マジカ級メダル、担任の先生などの情報が保存されており、 エントリーカードに保存されている ID と称号することにより各クライアントにおいてデータを呼び出すことができるシステムになっている。そのためオンライン接続されていない筐体ではカードを用いたプレイができない。クイズマジックアカデミーに及びクイズマジックアカデミー5以降では学籍番号が各データに付与される。クイズマジックアカデミー5以降の学籍番号は アルファベット1文字と7桁の数字で構成されており、アルファベットについては初めてプレイした作品が、クイズマジックアカデミー1なら A、以下同様に、クイズマジックアカデミー2なら B と、アルファベット順に続き、クイズマジックアカデミー輝き持ちの時で新規に始めた、カードは9が割り当てられている。数字はプレイを開始した順に、それぞれ1から付与される。 同じ組み合わせの学籍番号は複数存在しないため同じキャラクターで同一ネームの場合でもゲーム上では区別できるようになっている。どのバージョンからプレイを開始したかはカスタマイズアイテムクイズマジックアカデミーカードでも確認できる。クイズマジックアカデミー5まではプレイヤーネームも引き継がれていたが5文字から6文字に拡張された。 クイズマジックアカデミー6以降データ引き継ぎ同期にリネームが可能になったため学籍番号は以降でなくても7文字以上のプレイヤーネームのデータが存在しうる。同様にクイズマジックアカデミー6までは前作からのデータ引き継ぎに際してキャラクターを変更することができなかったため学籍番号のアルファベットに関してクイズマジックアカデミー2で初登場したキャラクターなら B 以降 クイズマジックアカデミー3で初登場したキャラクターなら C 以降といった法則が成立していたがクイズマジックアカデミー7以降キャラクターの変更が可能となったためこの法則は崩れているクイズマジックアカデミー7以降はアミューズメント施設で使える電子マネーパシリーに対応している太字はクレジットプレイでも別個にパシリーを消費して購入できるサービスシャジは クマキシブでは利用できないサービス。以下は、HG モデルの、HG プレミアムプレイを使用すると使える、主な機能。クイズマジックアカデミー1で使用していたカードを、クイズマジックアカデミー2に引き継ぐ際には、他の良い,いアミューズメント対応ゲームと異なり最初に、未使用のクイズマジックアカデミー2用エントリーカードを、挿入し画面の指示に従って、クイズマジックアカデミー1用エントリーカードに差し替えた。 あとパスワードを入力し、再びクイズマジックアカデミーに用をエントリーカードに差し替える必要があった。クイズマジックアカデミー2で使用していたカードを3に引き継ぐ場合は、センターモニターにエントリーカード販売機と置き換える形で設置された引き継ぎ用ユニットを使用した。クイズマジックアカデミー3以降の旧作から新作への引き継ぎは、旧作のプレイデータのある e、 アミューズメントパスで新作をプレイすることで初回プレイ時に筐体で自動的に引き継ぎされる。引き継がれる内容は以下の通り。階級、ダニにおいては一貫して引き継ぎは行われていないため毎回旧作から新作へ移行するたびに最も下のランクである終練生10級ひよっこ魔法使い級レベル1からスタートすることになる。そのため シリーズ途中からの参加でも比較的遊びやすくはなっている。また、旧作から新作に引き継げるのは各1回のみである。旧作のデータは E、アミューズメントパス及び時期カードに残り、旧作のプレイも可能であるが、一度引き継ぎ後は、旧作のプレイデータを新作に引き継ぐ方法は原則ない。新作に引き継ぎ後、旧作を再度プレイすれば、新作のデータが 期限経過で無効となった後も、旧作のデータを残すことは可能である。しかし、これを利用した、再度の引き継ぎを行うことはできず、強制的に、新規プレイの扱いになる。原則として、新作に引き継ぎできるデータは、保存期間内の一作前のデータのみで一回のみだが、以下のような例外がある。クイズマジックアカデミー4からは、E、アミューズメントパス認証後プレイ画面に映る前に、 プレイヤーの皆様へのお願いという注意喚起の画面が現れる。内容は、故意に電源を切ったり、ネットワーク遮断などで結果のセーブを回避したり、他のプレイヤーに対する妨害行為、倫理観にかける不適切な文字、言葉のタイピングは、プレイヤーの了解なくランキングの集計対象から除外したり、カードネームがキャラクターのデフォルトネームに変更されたり、悪質と、 判断されれば、プレイデータが削除されるという規約に同意するか否かを聞くもので、はいと回答することで規約に同意したとみなされゲームを開始できる。いいえと回答すると、改めて、はいと回答しない限りゲームを開始できない。全国のプレイヤーとオンラインで対戦するモード。対戦相手として、クイズマジックアカデミー1.2では、階級。 クイズマジックアカデミー3以降は組み分けによって、全国から最大16人のプレイヤーが集められ、人間が不足した場合はコムが穴埋めとして入る。全国オンライントーナメント参加人数は16人。クイズマジックアカデミー1から53回の予選と、決勝戦で争われ、予選は、ジャンルと出題形式が、ランダムで1戦につき6問出題され、各ラウンド界4人が脱落する。 決勝戦は4人がそれぞれ、ジャンルと予習で、選択可能な出題形式の中から選択。1人につき3問、合計12問により優勝を争う。なお、出題形式はクイズマジックアカデミー4初期及び、クイズマジックアカデミー4.5の開組を除き予選で、同じものが2回以上出ることはない。クイズマジックアカデミー6賢者の扉シリーズ6作目に、して、 初めて構成が大きく変更された。クイズマジックアカデミー6のみプレイヤーの強さの新たな指標となる魔力ポイントが表示された。全国オンライントーナメント直近50戦で獲得した魔法石を数値化したもので魔力ポイントランキングも存在する。多くの魔法石を獲得することによって魔力が上がるシステムであるため魔力が下がることがある。 なお全国オンライントーナメント以外のモードでは、魔力は増減しない。基本的なシステムは、クイズマジックアカデミー6を踏襲している。基本的なシステムはクイズマジックアカデミー7と同様、予選の内容が大きく変更された。トーナメントマジバトル参加人数は8人。トーナメントネオ参加人数は9人。トーナメント予習トーナメントや一部、オンラインモード開始前に、 プレイヤーのマッチングが行われている間、練習として予習が行われる。練習なので、階級や正解率には影響しないが、クイズマジックアカデミーさん以前のシリーズでは、マジックエッグの負荷、マジックペットの姿などの各種パラメータに影響することもあった。表示されている中から好きなジャンル、出題形式を選択できるので、 得意分野を強化するのも、苦手分野を克服するのも、プレイヤーの自由である。最初に選択可能な出題形式は、クイズマジックアカデミー1から5まではと4択。クイズマジックアカデミー6では、セレクトパネルタイピングマルチセレクト。クイズマジックアカデミー7天マの学者と熊田寺、以降は、4択、連想。クイズマジックアカデミー暁月の金では引き継ぎ状態に。 かかわらず最初から全形式選択可能。画像タッチ早い者勝ち、自由形式、一方通行は選択できない。クイズマジックアカデミー1から3では、上位の形式で特定合格回数をもらうことで、予習や決勝戦で選択できる出題形式が増えていたが、階級ごとに解禁できる上限が存在する。また、クイズマジックアカデミー一では、ノンセクションは、 他の5つのジャンルで同じ出題形式が揃うと選択できるようになっていたがクイズマジックアカデミー2.3のノンジャンルはたジャンル同様合格することで出題形式が増えるクイズマジックアカデミー4以降は暁の金を除き階級によって出題形式が増えるよう変更されたプレイヤーごとにそれぞれのジャンル出題形式に出題難易度が定められており はじめは、すべて1で、5まで存在する。最終的に合格点以上であれば、合格となる。不合格になると先生に、お仕置きされるが、これは演出上であり、プレイヤーとしてのペナルティはない。同じジャンル、出題形式の組み合わせで何回か合格すると、その組み合わせの難易度が上昇。決勝戦でそのジャンル、 出題形式の問題を出す際も、より難易度が高い問題を出せるようになる。よって、プレイヤー自身が得意とする形式の問題を予習で、鍛え、決勝戦の際に、プレイヤー自身は得意だがライバルは苦手とする問題を出すことで、より有利に決勝戦を戦うことができる。合格を認定してもらうための最低ラインは、以下の通り。予習時間中は、予習を受ける他にも、 個人情報の確認、トーナメント時の挨拶の変更や、購買部で、ゲーム内の仮想通貨、間近を用いて買い物ができる。クイズマジックアカデミー7以降は、ゲームモード選択時に購買部、マイルームが一度だけ使用できるようになったため、どのモードを遊ぶ場合でもカスタマイズが可能になった。予習の途中で、トーナメントが開始される胸の表示が出ると、予習は終了となる。 問題を解いている最中に予習が終了すると、その予習は無効。ただしクイズマジックアカデミー4及びクイズマジックアカデミー 6X 以降は予習終了までに獲得した点数が合格ラインを超えていれば合格となる。表示が出るまでは複数回予習を行うことができる。クイズマジックアカデミー2からクイズマジックアカデミー6まで個人情報閲覧や 購買部を選択すると予習保証回数を1回消化してしまうにおいてすぐに予習画面に戻した場合はその限りではない。クイズマジックアカデミー賢者の扉以降は予習を飛ばしてすぐにマッチング開始することや予習回数の追加が可能。予習を追加した場合でもマッチング開始はできるがパシリーの返金はされない。クイズマジックアカデミー3では予習において 入学試験を受けた新規プレイヤーは一定の階級まで不正開示に正解が表示されるサービスがあった。2014年3月19日のバージョンにより、パシリーでゲームを開始した場合、教えてポイントの範囲内で予習、復習の正解が表示されるようになった。クイズマジックアカデミー赤月の金以降は、パシリーの使用を生む、チュートリアルを受けたか否かに関わらず予習。 復習中に不正解した全問題で正解が表示される。復習クイズマジックアカデミー1では終練生で1回戦敗退の場合、補修として同じ問題を再度プレイすることができた。クイズマジックアカデミー7以降のトーナメント及び、クイズマジックアカデミー8の魔人討伐、クイズマジックアカデミー賢者の扉の魔竜討伐をプレイした場合は、 トーナメント終了後に追加 P を支払って間違えた問題の一部をもう一度受けることができる復習モードが選択できる。2014年3月19日のバージョンにより上記のモードに加えて検定試験及びサークル対戦モードなどでもプレミアム復習として登場した。入学試験、学校案内、チュートリアルクイズマジックアカデミーさんにて新規でプレイを開始した場合、 全国トーナメントの初回挑戦時に入学試験を任意で選択することができた。各ジャンルのクイズ2問に答えた後、模擬トーナメントに挑戦する。前述の通り、このモードをプレイした場合、予習の正解が表示される仕様であった。クイズマジックアカデミー4から6は、新規プレイの場合、学校案内として、複数の出題形式の説明が行われる、同様のチュートリアルを、 強制的にプレイすることになる。ただし、模擬トーナメントでは2回戦、3回戦が省略され、また1回戦で落ちても、体験ということで決勝戦に進む。このプレイにおいても魔法石を獲得できる。なお、新規プレイのチュートリアルは無料でプレイできる店舗もある。クイズマジックアカデミー7以降は再びチュートリアルを受けるかどうか選択できるようになり、 クイズマジックアカデミー暁月の金以降は、トーナメント選択画面で、いつでもチュートリアルを受けることができる。クイズマジックアカデミー賢者の扉シーズン2で、従来の店内対戦とサークル内対戦が統合され、4人対戦モードとなった。階級に関係なく1から4名まで対戦可能。トーナメントの決勝戦同様、各プレイヤーが選択したジャンルと出題形式の、 中から出題される。ただし決勝戦とは違い、一人ずつ選んだジャンル、出題形式6問4人、イコール24問で争う。得点は、各人の選択した6問に対して100点満点で、集計される。最高点は400点。クイズマジックアカデミー赤月の鐘までは、魔法石などの変動は発生しなかったが、 クマタッチ以降は魔法石を獲得するようになった。個人情報の正解率は変化しない。人数が足りない場合はコムが入る。クイズマジックアカデミー1では1回だけ対戦途中の乱入も可能だったがクイズマジックアカデミー2以降廃止された。クイズマジックアカデミー6までの店内対戦においては規定の時間が経過するか4人のプレイヤーが 参加するまでは対戦を開始できなかったが、クイズマジックアカデミー7以降は、この人数で開始のボタンが設置され、時間経過や人数によらずすぐにコムが補充され対戦開始できるようになった。店内対戦マッチングは同一店舗内。店舗主催で行う大会はこのモードを使用する場合が多い。このモードを店舗側で ON にすると、プレイヤーの皆様へのお願いの表示で、 派をした後すぐに、店内対戦モードの待ち受け状態になる。また、バトル開始の前に店舗が設定した、大会名が表示されるようになる。他にもプレイ開始前の対戦者待ち受け時間の延長、結果発表画面の保持など、大会運営において便利な仕様となる。2016年より開催。事前に、コナミに申請し、公認を得ることで発行されるコードを設定するとこの、 モードになる。大会結果を店舗側が報告し、承認を受けることで優勝者や決勝進出者などに、称号やカスタマイズアイテムが授与される。また、大会の成績がツアースコアとしてポイント化される、参加、入賞記録などが表示されるなど、ゲーム上でも実績が反映される。2017年度は速報として、 対戦結果が公式サイトに掲載されるようになり、2018年度は従来のツアースコアが獲得できる大会のほかに、ツアースコアは獲得できないものの、通年開催が可能な通常大会の申請もできるようになった。2019年より、クイズマジックアカデミー・ジャパンツアーに代わり開催。夏季、秋季、冬季と3シーズンに分けて、スコアを競う。 これとは別に通期でもスコアを集計し、それぞれの上位が決勝大会に出場する。引き続き通常大会は通年申請可能。サークル内対戦ルールは店内対戦と同じ。対戦開始時と最終結果発表時にはサークル名が表示される。ワールドホーキレース全国大会のホーキレースを常設化したモード。このモードのみ、日本国内と 日本国外のバージョンでのマッチングがある。複数人のプレイヤーでパーティーチームを組み、ダンジョン探索、ボス討伐、チームバトルなどをするモード。クマキシブでは稼働開始当初は選択できなかったが、後に期間限定イベントとして復活。クマックスブ以降は常設モードで、プレイ日によって内容が入れ替わるようになった。お助けアイテム協力イベント、 協力クイズバトル協力プレイ4人で協力して対戦相手を倒すコマンド形式のモード。クイズマジックアカデミー店の各社の期間限定イベント、邪神封印戦についても本節で解説する。マジックコロシアムグリムバスターズエボルールは従来のモードと同様。グリムバスターズマジックコロシアムの明快近日解放戦同様、アップグレードファイルを5つ集めると、 新しいジョブが解禁される。グリームの選択はできない。マジックコロシアム2015年6月のアップデートにより実装。XV との相違点のみ記述する。期間限定イベント新たなジョブを獲得するためのイベント。通常のマジックコロシアムとの相違点は以下の通り。基本システムは明快近術解放戦と同様で出題ジャンルが、 対戦相手の先生の担当ジャンルに限定されている。サツキの登場を及びノンジャンルの出題はない。基本システムは、明快近日解放戦と同様で対戦相手が、バルアドス校長となっている。金をも種類集めると、エンディングとスタッフロールが見られる。邪神封印戦4人で協力して、邪神を封印する、コマンド形式のモード。協力プレイ1から4人のプレイヤーでパーティーを組み、 ダンジョンを探索するモード。メンバーは、オンライン、店内、サークルで参加者を募る。二人以上でプレイしている場合は協力クイズが、出題されることもある。ダンジョン一覧クイズマジックアカデミー7の、協力プレイダンジョンクイズマジックアカデミー8の、協力プレイダンジョンクイズマジックアカデミー賢者の、扉の協力プレイダンジョンクイズマジックアカデミー10の、 学者の協力プレイダンジョントリニティクロス全国大会のチームバトルの変形シリーズ初の早押しクイズキーボードの上の早押しボタンをタッチして回答権を得た後キーボードを使って回答する順番はボタンをタッチした時の制限時間の残り秒数で決定回答できるのは早押し3着まででそれ以降は回答権がない回答は タイピングクイズで固定。問題数は6問。正解すると、早押しボタンを早くタッチした順で1着に100点、2着に85点、3着75点、獲得となり、無回答で30点、不正解で0点。問題文は3から4行で表示され、問題文の文字が数文字、数ランダムに表示される。問題数は6問。制限時間は30秒。形式は4択。 文字パネルスロットタイピングのいずれか。味方チームが一人回答すると一行目の問題文が全部出され、もう一人回答すると二行目の問題文が全部出される。回答すると早く回答した順に名前が画面左上に出される。自身が回答前の場合は名前のみ出されるが、自身が回答後の場合は名前と回答が出される。 全員が回答するか時間切れ後に、正誤判定される。通常の、もしくは日択クイズ。制限時間は3秒。そのため、通常のクイズでは、問題の分岐があると、問題文が一時停止して、続きが出されるが、このバトルでは発生しない。問題数は12問。チームの正解数の合計で競う。問題数は6問。回答前に、H の魔法、千里眼の魔法、 送電の魔法の3種類のお助け魔法を各2回まで使える。一人プレイ専用モード。特定のテーマに沿って規定の問題数を回答する。25問の点数を競うという内容は、イベントと同一だが、過去の一人用モードであるイベントや個人授業との違いは、通常のジャンル分けではなく、特別なテーマごとに問題が用意され、検定を受ける形になっていることである。 その特別なテーマは一つのサブジャンルの中からさらに限定している場合もあれば複数のジャンルにまたがっている場合もある。点数の計算方法は従来の100点を問題数で割った点数を最高点とする方式と異なる波度形式により最高点が変動する方式が初めて採用されている。最初の合格点は800点で クリアできればその時点で次のランクの合格点が表示される。最高ランクをクリアした時点で全国1位の得点が表示され、さらにプレイヤーが全国1位になった場合は記録更新中と表示される。799点以下の場合は最低ランクでお仕置きを受けてしまう。ランキング集計期間内に SS ランクを獲得した場合、公式サイトのランキングに掲載される。 それまでの最高ランクによって、問題形式、難易度が変化し、難しい問題、形式が登場する。これらの問題は、得点が高いため、高得点を狙うためにはあらかじめ、ランクを上げる必要がある。また、さらに上位を狙うためには、正解数のほか、いかに難問、難形式を引き当て、早く正解するかという運、技術の要素も、重要になる。 進行役は、クイズマジックアカデミー 5.6X はプレイヤーが選択している担任に関わらず、エリーザで固定。クイズマジックアカデミー5では3つのテーマで S ランクを獲得すると、エリーザを担任に選択できるようになる。ゲーム終了時には、魔法石、間近の支給もされる。終了時のランクによってもらえる、魔法石の個数は変化する。成績によっては、通りなべる。 赤のの金、魔導書、壁紙、チャットスタンプも獲得する。ランキング集計終了後の検定は、魔法石の数、ベル、魔導書のランクが下がる。支給される間近は、結果やテーマによらず一定。ランキング集計期間を過ぎた、検定の扱いは、以下の通り。ランキング集計期間が終了した検定及び、ランキングを発表しない、検定のこと。 クイズマジックアカデミー賢者の扉、アマネの学者、エボイコーでは、初めからランキング発表のない検定が登場している。エボイコーはスコアによってたまるアーカイブポイントによって解禁する必要がある。クイズマジックアカデミー無限の鏡界では、通常のアーカイブ検定のほかに、HG モデル限定のアーカイブ検定があり、アーカイブポイントは、必要ないが、公開期間が設定されている。 通常のテーマよりマニアックなテーマとして出題されるカテゴリ。ー通常の検定よりランキング集計期間が短く支給されるボーナス魔法石も少なめに設定されている。第5回以降の国クの優勝者への副賞として次回作の検定テーマを一つ作る権利が与えられる。ランキング集計が終わった検定を対象に期間限定で行われる4人対戦モード。 3ピリオド6問の計18問で得点を競う。検定試験テーマエボ以降のアーカイブ検定は省略。検定試験のテーマ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 検定社体のテーマは期間限定。 検定クイズのテーマ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 ,テーマキャンペーン検定検定試験の中にはコラボレーションやキャンペーンでプレゼントが当たるテーマもあるジャンルスター大感謝祭クイズマジックアカデミー赤月の金で実施されたザ・フィフスコナミアーケードチャンピオンシップ予選ラウンドの対象検定出題範囲はジャンル全体 1> 約一週間ごとに2ジャンルずつ入れ替わりで実施される。ボコスカードも実装されている。クイズとデジタルカードバトルを融合させた二人。対戦モード。オンライン対戦のランクマッチコムキャラクターと戦う。キャラクターバトル。店内対戦モードがある。期間限定で選べるモード。邪神封印戦については、該当項目参照。全国大会イベント同様。 特定の期間中にのみ選択できる対戦モード。通常の全国オンライントーナメントとは違うルールで全国のプレイヤーと対戦する。参加賞として参加者全員に全国大会記念メダルが授与される。このモードはクイズマジックアカデミー3以降全国オンライントーナメントにおける組み分けが反映されない無差別級マッチングとなるため難易度が高い。その見返りに獲得できる ポイント、魔法石や間近に、ボーナスが与えられるため、ランキング上昇、間近稼ぎのチャンスでもある。プレイヤーの正解率が変動しない作品もある。クイズマジックアカデミー2からクイズマジックアカデミー8までの各シリーズ最終の大会は、学期末試験と名打たれ、この大会で上位入賞すると、青アミューズメントエキスポで行われる。 特別大会の参加資格が与えられた。また、クイズマジックアカデミー8以降は、青を特別杯に代わりコナミアーケードチャンピオンシップが行われており、指定の全国大会の上位者に、決勝ラウンドの出場権が与えられている。クイズマジックアカデミー2の第2回全国大会以降、全国大会で21位以内に入ると、以下の称号が次回大会終了まで付与される。 これらの称号は、クイズマジックアカデミー1では、勲章所持数上位者に付与されていた。クイズマジックアカデミー4以降は特別なカスタマイズアイテムも与えられる。これらのアイテムは、参加賞のカスタマイズアイテムと合わせて次回作に引き継ぐことができない。クイズマジックアカデミー2から8までは一つのバージョンの全国大会で固定されていたが、クイズマジックアカデミー賢者の扉では、 複数バージョンの全国大会が開催される。また、シリーズ内で通算して計算されるマイレージを導入。1プレイごとに成績に応じたマイルを獲得し、規定マイルに到達すると、間近、魔法石、お守りカスタマイズアイテムがもらえる。大会には、スポンサーとして団体がつくこともあり、その際には、大会期間中はスポンサーに関連した問題が、出題や、 筐体から CM 放送が行われる。コナミネットデラックス、会員向けの携帯電話待ち受け画像やプレゼントがある。大会もあり、大会参加が応募条件になっている場合もある。以下は、タイアップ大会だった回。8問勝負バージョン放棄レース放棄レースで争うクイズマジックアカデミー4で6回、クイズマジックアカデミー5で7回開催。クイズマジックアカデミー賢者の扉では、 1> 第1回から第6回まで6回開催。トーナメントバージョンクイズマジックアカデミー6で8回開催。チームバトルクイズマジックアカデミー7で8回。クイズマジックアカデミー8で8回開催。クイズマジックアカデミー賢者の扉では、第7回から第13回までの7回開催。クイズマジックアカデミー兼の学者では10回開催。熊木支部では、全国大会とは別に、 期間限定イベントとして開催される。バルーンコンテストクイズマジックアカデミー賢者の扉で初登場。第14回から第18回までこの形式で開催。バルーンでの高度を競う形式。区間賞バトル熊田地以降で実施された形式。4人が3問8ピリオドのクイズで対戦する。特別大会アーケード版、DS 版のオフラインイベントとして、 公式大会が行われたことがある。カッコ内は大会に使用したバージョン。会場は突起なき場合幕張メッセ。特定の全国大会の上位者などを集めて、青アミューズメントエキスポ特別ハイトコノミアーケード、チャンピオンシップが開催されている。大会は、店内対戦モードショップイベントモードなどを使用した、トーナメント形式にて行われる。ジャンル別。 クイズ力測定バトルジャンル別で4人対戦を行う、モード。限定トーナメント期間限定で選択可能なモード。トーナメントと同じ要領で選抜し、決勝戦で、形式選択なしの12問の対決を行うモード。モード限定のランキングがある。クイズマジックアカデミー8、賢者の扉では、決勝戦として4人の合計得点で、ジャンル別のボスキャラクターの討伐を目指すという。 内容だったが、熊タッチ以降は参加者3人の合計得点で、報酬がもらえる仕組みになっている。このモードでは、予選から決勝までの対決まで、特定のジャンル、または形式のみが出題される。全国大会同様組別によるマッチングがないために、問題の難易度が非常に高い。モード選択と同時にマッチングが開始され、予習回数の保証はない。 パシリー使用時の復習は可能。準決勝までの進行は、全国オンライントーナメントと同じで、予選前半戦5問予選後半戦5問、準決勝8問、魔人戦12問。魔法石は、ドラゴン組準拠で、魔人戦で1位になってもプラチナメダルはもらえず、ゴールドメダルの獲得となる。進行役は、各宝石の色と同じジャンルの先生。 討伐回数によるランキングがある。ラウンド1、ラウンド2、ファイナルラウンドの形式となり、全体で、出題数が2問減少した。ラウンド1、ラウンド2では、中間発表が行われない。ランダムのうちサブジャンルは出題されず、ラウンド1では早い物価値クイズが出題される場合も、ある。メダルはもらえず、クイズマジックアカデミー8では反映されていた、正解数。 連続性回数なども反映されない。進行役は、マリューの下辺であるクイズ。魔人討伐同様、討伐回数によるランキングがある。従来の金曜日から日曜日までの3日間の開催以外にも、マリュー討伐、ウィークとして、1週間日替わりで異なるジャンルのマリュー討伐を行う企画も開催されている。決勝まで進行は、通常のトーナメントネオと同様で、 決勝戦、順位決定戦のステージも変更されていない。正解率は反映されないが、連続正解数は反映される。ジャンル限定の他に、出題形式も限定されたトーナメントも開催されている。イベント固定されたジャンルの問題に答える。1枚のカードで最大3回まで参加可能で、その3回までのうちの最高得点で争われた。 優勝者には王冠が次回大会まで付与された。当初は勲章獲得は上位のみであったが、後に参加者全員に最低1個が与えられるようになった。クイズマジックアカデミー1の大会スケジュールは以下の通り、括弧内は出題形式。マッチング対象がイヤムスメントサイトで設定したアクティブサークルが同じメンバーに限定されるオンラインモード。 クイズマジックアカデミー賢者の扉シーズン2校は先にモード対戦を選んでからサークルモードを選ぶ形式になった。購買部、購買部という単語はクイズマジックアカデミー1から公式サイトのページとして登場し、コナミスタイルへのリンクやクイズマジックアカデミーグッズの商品情報を掲載していたがクイズマジックアカデミー4からはゲーム内に実装された。 クイズマジックアカデミー4.5では全国オンライントーナメントモードの予習画面から選択して入店する。クイズマジックアカデミー6では全国大会レッスンモードでも選択可能。予習を規定回数消化した後には入店できない。クイズマジックアカデミー7以降はゲームモード選択時に入店可能。シリーズ通して購買部の店員はリエルが担当している。 学内の通貨、間近で買い物をし、チビキャラクターの服装をカスタマイズできる。クイズそのものへの利点はない。後に携帯電話サイトにも同様の機能が用意された。また挨拶コメントの変更やキャラクターの着替えも購買部に設けられた更衣室で行う。アイテムは、服装、頭部アクセサリー、アクセサリーアイ、アクセサリー2、挨拶コメント、マジックエッグ。 ペット用品などがある。クイズマジックアカデミー7以降、頭部が頭、目、耳、顔全体など、手用アクセサリーが右手、左手などに細分化された。また、非売品アイテムがあり、限定 E、アミューズメントパスを使用してプレイすると入手できるもの、全国大会で成績優秀者に授与されるもの、特定のゲームセンター系列店舗でプレイすると入手できるものなどがある。 挨拶コメントは、定型文、単語を購入し、それを12文字以内で組み合わせることができる。イヤムスメントサイトでは、限定商品を含む一部アイテムを有料で購入するサービスがあり、このサービスを利用するためには、パシリーのチャージが必要である。クイズマジックアカデミー7稼働中の2010年4月26日から、パシリーで販売されているアイテムをゲーム機で購入できるようになった。 クエストクイズマジックアカデミー5.6ではクエストが導入された。クマズシリーズのアカデミーモードでもクエストが存在するが、このクエストはクイズに挑戦しないで、イベントを見るだけでクリアできるものもある。個人情報閲覧、マイルームクイズマジックアカデミー2から4では、全国オンライントーナメントの予習時に、個人情報閲覧を選んで、予習回数を消費することで、各ジャンル、 各形式の正解率の閲覧、挨拶コメントの編集、クイズマジックアカデミー3以降の進行役の先生の切り替えなどができた。クイズマジックアカデミー5からは、購買部との切り替えが可能になり、アイテムの着替えなどもマイルームで行うようになった。クイズマジックアカデミー7以降は、購買部同様、ゲームモード選択時に選択可能。クマフィークイズマジックアカデミー7以降は、 前述のクエストの代わりにある条件をクリアすると、クマフィーが自動的に付与される制度が導入された。マイルームで獲得条件と共に閲覧できる。クイズマジックアカデミー7では、虹色のクマフィーを獲得すると、階級、魔法石とは別にストーリーが進むようになっており、クイズマジックアカデミー2.3を除きゲームの節目となっていた、賢者昇格時のストーリーイベントはなくなった。 クマフィーはクイズマジックアカデミー8以降も導入されているがクイズマジックアカデミー7と比べると数は大幅に減少し特に金虹のクマフィーを獲得する難易度が高くなっている通りなクマフィー同様特定の条件を満たすと通り名が与えられその中から一つを選んでキャラクター情報として表示させられる通りなの種類はクマフィーよりも多く クマフィーと獲得条件が同等のものもある。旧メダル交換所フォーティンで追加されたマジカとは別に、たまる通貨、旧メダルをアイテムと交換できる。交換できるものには、カスタマイズアイテムサブモニター壁紙、チャットスタンプリコード、専用通りのなどがある。フォーティンでは、モードセレクト画面から直接交換していたが、XV では、購買部とは別のカテゴリーとして、 利用可能。放課後、ガチバトル2004年2月のバージョン更新で追加された全国のプレイヤーとオンラインで対戦するモード。マジックエッグをすでに付加させているプレイヤーが参加でき、階級に関係なく4人のプレイヤーが集められ、足りない場合はコムが入る。1から3回戦まであり、トーナメントの出題ジャンル、形式とメンバー発表後にオッズが表示され、 プレイヤーは自分の持っている勲章から任意の数をかける。一戦につき8問出題され、毎回再開となったプレイヤー1人が脱落する。3回戦の優勝者だけがベッド数個の勲章を獲得し、脱落したプレイヤーはベッした数だけ勲章を募集される。なおバトル開始前に自習を行う。このモードでの優勝も優勝回数にカウントされた。 モード進行及び自習担当はミランだ。個人授業一人プレイ専用モード。規定の問題数をプレイする。規定の点数をクリアできれば継続プレイが可能。プレイ終了後に回答までにかかった時間が表示される。5セットをクリアするまでのタイムを競うタイムアタックランキングがあり、上位者のタイムがセンターモニターで発表される。このモードで一定の条件を満たすと、 街頭ジャンルの教員を進行役に選択できる。ノンジャンル問題の場合、ミランダが進行役として選べる。クイズマジックアカデミー4以降はこのモードがなくなり、1科目において予習の出題ジャンルの難易度を示すの合計が特定個数に達したときに、該当科目の教員を選択可能になる。ミランダは全ジャンルでの合計が特定個数になると選べる。 レッスン一人用モード。予習や購買部モードなどを利用した後、実力テストとして、ランダムクイズに挑戦する。実力テストは18問。選べるテーマは賢者に昇格した場合に、決勝で選べるサブジャンルと、実力テスト専用のテーマで、ジャンル全般が出題範囲となる、ランダムクイズは選べない。限定試験モードと同様結果に応じて、 ランクと魔法石と25を間近が付与される。各テーマの上位100名が、センターモニター及び、アミューズメントパスメンバーズサイトで公開されていた。アカデミーアドベンチャー2012年10月9日のアップデートで追加された一人用モード。4枚のカードを使って、スゴロク状のフィールドを進み、ゴールを目指す。カードを使い切った場合はクレジットを消費することで4枚カードを、 補充できる。移動するためにはクイズに答えて、モンスターを倒す必要がある。マス目によって出題されるジャンルは決まっているが、教師が描かれているカードを使うと、教師の担当ジャンルが優先される。キャラクターの吹き出しがついているマスに止まると、そのキャラクターによるイベントが発生する。ゴールした場合、道中の行動によって、グッド、ノーマルバットとエンディングの評価が分かれる。 この評価とクイズの成績に応じて魔法石、間近を獲得する。途中で終了した場合でもクイズの成績に応じた運の魔法石、間近は獲得できる。シリーズを通して階級制度が採用されている。階級は修練生、魔術師、魔導士を経て賢者となり、プレイヤーはこの賢者になることを目的としてゲームをプレイする。階級の昇格、昇級は、 全国オンライントーナメントモードをはじめとする、隠しモードのプレイ結果に応じて獲得する勲章、EX ポイント、魔法石によって行われる。また、所属組などによる、昇格、昇級への政権が加わることもある。クイズマジックアカデミー1暁月の金の階級格、階級は十段階に区分されており、大魔導士までは十級から一級、賢者以降は、 初段マイナス十段で区分される。階級は各シリーズによって、追加、変更がされているが、名称はシリーズで一貫している。クイズマジックアカデミー2以前の最高階級は、混合賢者で固定されていたが、クイズマジックアカデミー4以降は、白金賢者から昇格する際、際各プレイヤーのプレイ状況に応じて、混合賢者、転生賢者、攻撃賢者、翡翠賢者、 宝玉賢者、琥珀賢者、瑠璃賢者、紫宝賢者となる。クイズマジックアカデミー7では2010年6月のアップデートで宝石賢者にも段位が追加され、プラチナメダルを規定枚数獲得すると商談する。一定数集めると、上位階級の宝石点賢者、宝石大点賢者になる。宝石賢者、宝石点賢者、 宝石大転賢者は8種類の賢者の総称である。クイズマジックアカデミー賢者の扉シーズンに及び、天の学者では宝石賢者に到達したプレイヤーは、転生を行うことができる。転生を行わずにプレイを継続することも可能。転生すると、以下のような効果がある。昇格試験クイズマジックアカデミー後のみ導入された、階級昇格に関する制限。 その階級の最高位で魔法石が埋まった状態になると従来のシリーズでは自動的に次の階級へ昇格できたがクイズマジックアカデミー後では全国オンライントーナメントで優勝するなどの階級ごとに設定された一定の課題をクリアしなければ昇格することができない課題は階級が高くなるほどにクリアが難しくなり体験者昇格への試験以降は 最上級のドラゴン組で条件を達成しなければクリアとならない。試験が課されている間は課題をクリアできるまで限定試験、全国大会のプレイでも魔法石が一切支給されなかった。なお、クイズマジックアカデミー暁の金では昇格できない場合でも魔法石自体はストックされるので昇格した時点で溜まっていた魔法石に応じて階級が上がる。従来の段。 九位制に変わり、九レベルが導入された。獲得魔法石の個数によって、レベルが上昇し、そのレベルに応じた、階級名となる。クイズマジックアカデミー3以降は、全国オンライントーナメントの対戦相手のマッチングは、同じ組に所属するプレイヤーの中から選ばれる。最近の対戦経歴を基準に組み分けするため、クイズマジックアカデミーに以前にはなかった違う。 階級同士の対戦が行われる。また、E、アミューズメントパスありのプレイヤーとなしのプレイヤーは、クイズマジックアカデミー店の学者までは、組の名前が同じでも互いに対戦することはなかった。しかし、クイズマジックアカデミー暁月の金では、体験入学生と通常の生徒が対戦する、可能性がある。組の名前には、フェアリー、ユニコーン、ガーゴイル、ミノタウロス、フェニックス、 ドラゴンなどのファンタジーに登場する想像上の生物から付けられており、作品ごとに組の数や名前は変化している。組の変化は過去数千のトーナメントの成績の平均値によって行われ、昇格基準以上ならば一大会場のクラス、逆に降格基準以下ならば一大会下のクラスに変更される。会の組ではコムの固定枠を設けており、 設定された人数のコムが必ず入る。コムは作品、組により差はあるがかなり弱いため難易度調整の役目も果たしている。人間が不足した場合にもコムが穴埋めとして入るため時間帯によっては上位の組でもコムが多く入ることもある。また回線が切断された場合も名前はそのままでコムが対戦を引き継ぐ。上位の組になるほど コムの固定枠が少なくなり、成績を保つのが難しくなるが、その分魔法石は多く獲得できる。また、難問が出やすくなり、複雑な出題形式が増える。すべての出題形式が揃うのは、クイズマジックアカデミー3では、ペガサス組。以上、クイズマジックアカデミー4クイズマジックアカデミー6では、フェニックス組。以上、クイズマジックアカデミー5では、ドラゴン組のみ。 クイズマジックアカデミー7ではユニコーン組以上、クイズマジックアカデミー8ではガヤゴイル組以上になる。クイズマジックアカデミー4以降のトーナメント終了時に支給される購買部専用の通貨、間近の額はトーナメント開始前の所属組によって決定され、上位の組にいるほど獲得額が多くなる。新作に移行した場合、組はリセットされるが、前作から、 継続プレイするプレイヤーには、基本的に最初から新規プレイヤーよりも上のクラスに、所属できる措置が取られる。ドラゴングリフィンペガサスの3つのリーグから1プレイごとに、好きなリーグを選んで参加する。また期間限定で、赤月リーグが登場する。クイズマジックアカデミー8以来の過去3プレイの結果による組変動性が復活した。 基本的にベースとなっているクイズマジックアカデミー6に準じる。クイズマジックアカデミー6との違いは以下の通り。プレイヤーは虹色のマジックエッグを育て、マジックペットとして孵化させて育てることができる。クイズマジックアカデミー1から3までは入学時に支給され、予習で一定条件を満たすと予習の成績に応じたマジックペットが孵化するシステムが採用されていたが、 クイズマジックアカデミー4から6は購買部から任意で購入し自分で育てる形に変更された。クイズマジックアカデミー7以降は未実装。クマスプではペットがダンジョンを探索するマジックペットの名級クエストモードに登場。虹色のマジックエッグが入学時に支給され予習で一定条件を満たすとマジックペットが付加するシステムが採用されていた。 特定の条件を満たすと付加した。また付加しなくても全体の正解率によってマジックエッグの色が変化した。クイズの成績によって貢献ポイントが得られる。貢献ポイントはクイズマジックアカデミー2では新規プレイ時にランダムに割り当てられる5つの量へ蓄積される。クイズマジックアカデミー3ではスクールポイントと称されカード取得後最初にプレイまたは引き継ぎを行った。 店舗へ蓄積される。当初はスクールポイントは所属店舗以外でプレイした場合は変動しなかったが、アップデートにより従来のスクールポイントを所属公スクールポイントとし、所属店舗でプレイした場合にスクールポイントと所属公スクールポイントが同時に変動する仕様に変更された。これらのポイントは全国オンライントーナメントで決勝に進出したり、予選で1位を取ると増加し、 予選2回戦までに敗退すると減少する。全国大会でもポイントが入ることがあるが、店内対戦、個人授業では増加しない。公式サイトのランキングはこのポイントを集計して発表していた。クイズマジックアカデミー3では、プレイヤーの所属店舗でのスクールポイントのクイズマジックアカデミー4以降は、実際にプレイした店舗での獲得魔法石の上位10名の 累計がポイントとなる。学校ランキングは全国を7ブロックに分け、ブロックごと及び全国でポイントを競う。月ごとの集計で、全国主位の店舗に、超名門校、各ブロック主位の店舗に、名門校、2から4位の店舗に、有名校の称号を授与。翌1ヶ月間、学校名に付して、超名門、名門、有名と表記される。スクールポイントも魔法石も、 その店でプレイして獲得した分が有効となる。同じコナミのマージャン格闘クラブのクラブスコアシステムと違って該当店舗でのプレイのみが有効となるため営業時間が長く設置台数の多い店舗が有利となっている。また上位10人が集計の対象になるため称号獲得には店舗全体のプレイ頻度よりも熱心にやり込む常連プレイヤーに依存する。また 各店舗のスクールポイント、魔法石主位になったプレイヤーは、翌1ヶ月間、主席の称号を与えられる。クイズマジックアカデミー3のスクールポイントは、所属店舗にしか入らなかったが、クイズマジックアカデミー4以降、魔法石は、実際にプレイした全店舗が対象となるため、複数校で同時に主席になることも、可能になった。コナミの他の人気作品と同様に、 本作品でも様々なメディアミックスが展開されている。商品の発売元は突起なき場合すべて、コナミデジタルエンタテインメント。コナミネットデラックス内のデジタル雑誌、週刊コナミプチにて、2006年8月25日9月22日から2007年6月29日まで、このゲームを原作とした、デジタル4コマ漫画、クイズマジックアカデミー目指せ。大賢者。 マイナスが連載された。作者は、桜美咲。全86話。さらに2007年7月6日から2009年6月5日まで、新たなシリーズとして、全編カラーの4コマ漫画、ようこそ、クイズマジックアカデミーが、週刊コナミプチで連載されていた。最終回を除き、漫画の最後には毎週クイズが1問出題され、次週に、その回答が掲載された。 漫画の作者は、週ごとに2名ずつが担当しており、鈴木啓、ニャンミソ、桜美咲、カンヌキ、桜セリコ、小モワタ、ハルカカラスマ、鈴木はじめ、沢木高弘の9名によって描かれていた。全96回。2009年6月12日からは、第3期として、クイズマジックアカデミー4コマシアターの連載が開始された。 基本的にようこそと同様の形態だが、端末のクイズは廃止されている。2009年10月から12月までは後日のクイズマジックアカデミー、マジカルダイアリーと交互で各週連載になり、2010年からは単独の各週連載の形に変更された。ただし2010年4月以降は連載を休止している。また、コナミが提供する別の有料サイト、週刊、 コナミにて、これらの漫画のバックナンバーがまとめて配信されている。他、週刊コナミ限定のウェブコミックとして、ストーリーコミック、クイズマジックアカデミー、オリジナルアニメーションと荒木風話による、クイズマジックアカデミー、マジカルダイアリー、ショートコミック、メールクイズ、教えて、クイズマジックアカデミーなどが配信されている。基本的に毎週金曜日に最新話を配信している。 2016年7月29日より、ウェブサイト、電子バーズにて、東京グリモアールクイズマジックアカデミーのタイトルで、クマタッチのコミカライズを連載。作者は、松原剛 DS ソフトの発売に合わせて、OVA が制作、発売されている。これらの作品は2010年8月25日に、プレイステーションストアでダウンロード販売が開始された。 キャストアーケード版からの変更はない。詳しくは登場人物を参照。クイズマジックアカデミーオリジナルアニメーション2008年2月15日から16日に開催された青2008アミューズエキスポで OVA 化されることが発表された。コナミスタイル及びイベント限定で2008年9月12日に発売。メディアは DVD ロム。 アラスジマジックアカデミーでは高成績者に授与される魔法石の数で個人やクラスの成績が決まる。ルキアのクラスは魔法の失敗による度重なる不祥事で魔法石獲得数は常に最下位。そんな中、担任のアメリア先生は学園祭のメインイベントクラス対抗魔法比べ大会で優勝し魔法石の大量獲得と汚名返上を生徒たちに消しかけたのだが、 スタッフ主題画クイズマジックアカデミーオリジナルアニメーションにストーリーはオリジナルアニメーション及びラジオドラマの続編。あらすじ地上に落下したアカデミーを再び浮上させるには浮遊装置のかけらをべて集めなければならない。アメリアクラスの生徒たちは魔物がうごめく森にかけらを探しに行くことになった。果たしてマジックアカデミーは再び浮上することができるのだろうか スタッフ主体かクイズマジックアカデミー、オリジナルアニメーション 1&2、インターネットラジオ2008年8月27日から11月21日に、インターネットラジオ、ラジオクイズマジックアカデミーが、コナミステーションで配信されていた。配信は毎週金曜日。メインパーソナリティは、浅野雅美、広橋亮の二人。ゲストに、高橋悟志明、檜山信之。 後藤優子が登場した。バックナンバーと取り下ろし、テーマソングを収録した、ラジオ CD ラジオクイズマジックアカデミーと、ラジオドラマ4話分を収録した、ドラマ CD ラジオドラマクイズマジックアカデミーが2008年12月18日に発売された。生放送組母稼働開始日の2017年3月15日より、クイズマジックアカデミー放送部が配信された。 放送開示は大門目とカウントされる。主なコーナーとして BGM を作曲した劇団レコードらによるトーク及び検定クイズモードのプレイ、クミボプロデューサーによる今後のアップデート情報などがある。2017年8月23日には、長谷由里奈が MC となり、クイズマジックアカデミー超放送部にリニューアル。ゲーム音楽グランドトラックス以外は、基本的にその作品で、 初登場した BGM を収録。以下のタイトル表記は、コナミスタイルのものに基づく。OVA インターネットラジオ2008年12月18日、コナミスタイルで発売。前述のインターネットラジオを収録。全国大会、限定試験も参照。コナミデジタルエンタテインメントコナミアミューズメントの他、作品にもクイズマジックアカデミーに関連したキャラクターなどが登場している。 ゲームビーマニシリーズ2020年11月現在、ビーマニシリーズでプレイできたことのある、クイズマジックアカデミーの楽曲は、以下の通り。アーティストはゲーム中の表記に基づくが、マジックアカデミー管弦学部のみの楽曲については、サウンドトラック記載の原曲作曲者も併記する。HG モデルではイベントにより、ビーマニシリーズの楽曲を入手、使用可能。 アーケードゲームその他この記事は以下のカテゴリでも参照できます。マジックアカデミーに関するカテゴリクイズマジックアカデミー、オリジナルアニメーションに関するカテゴリありがとうございます。